とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。スイフトストライカーにスタンをつけて使ってみてください。ということですね。以前から何度かこのコメントが来てたんですけども、そこそこ良さそうなのが出たので、使ってみようと思います。これ。ユニークじゃなくってノーマルの方ですね。裏切りの刃スイフトストライカーはエコーがついてます。5秒間に一度2回攻撃になるってやつですね。なのでそこまで変わらないのかなと思ってこれでやってみます。黄金でリフレッシュエンチャントがクリティカル重力スタンとなっております。スタンの確率がね 15% です。 15% でスタンをさせて、スタンさせてる間は15% ダメージがアップするっていう武器ですね。どうなんだろう。まあ、防具はこれでいきます。輝くローブのポーションバリア、ヘルスシナジーですね。いってみましょう。それではデイリークエスト、ここ行きます。レッドストーン鉱山。ダウンすればゲームオーバーなので、ちょっと厳しいかもしんないけども、まあ、試し切りにはちょうどいいかな。いきます。おお、いきなりキャプテンがいた。ちょっと待て。おお。スタンがそんなに入んない。おお、ちょっと待て。霊気はやめて。痛い痛い痛い。あー、やっぱりね、リーチの短さがね、地味にきつい。で、スタンはね、おお、想像以上に発動する。スタンの発動率は悪くないっすね。15% のはずだけども、なんかそれ以上は発動してる気がします。すごいね。嫌な場所。リーチの短さが、やっぱり弱点になる。このリーチの短さはマジで弱点。敵を一気に倒せないので、リフレッシュの発動率が、いまいちだね。ということは、これ、火力は落ちるけども、勇者を装備していった方が、いいのかもしれない。勇者で確実に、行った方がいいのかな。まあまあ行きましょう。よっしゃ。あ、そうか。モブ HP が増えてんのね。道理で倒せないわけだ。モブ HP140% アップかよ。そりゃ倒せないっすね。いけ。おお、きっつい。ちょっと待て。かなり辛い。オッケー。まあ、アイテムはね、しっかりと。活用していきましょうよ。行くぞ。おっ、ちょ待て。お前からや。行ってー。オッケー。とりあえず抜けましたね。キャプテンいるかな。わお。すっげえ前いる。よし、オッケー。いいね。いたー。一体一体。あ、火力はね、悪くないぐらいあるにはあるんだけども、やっぱネックはあれよ。攻撃範囲。重力絶対必要。でもね、キャプテンは、あ、いたね。いるいる。行くぞ。クールダウン2欲しいな。2あれば多分、ドラをガンガン使っていけそうな気がする。よっしゃ。あとラグらないで。ラグったら終わるから。ラグりは勘弁してくれ。行くぞ。よし。140% HP 上がってるから。くそ、こいつが来た。やっべ。あっぶねえ。ちょっと待って。くそ。あっぶねえ。ギリギリ発動。よし。戦い方がほんと難しい。ギャー。勝てー。あー。
敵がマジで硬い。なんだ、モブ速度 70% か。速度は別に OK ですね。よし、行こう。わお、とんでもない場所だ。トゲらしい。きつい。きつすぎる。あ、ちょっと待って。矢が855本。こんぐらいあれば、いけるな。ちょっと待て。おわぁ。ちょっと待って、装備変えさせて。虚無弓にしていきましょうか。あのね、ちょっとね、下手なやつしていくと死んじゃいそうなので、もうこれでいきます。ウィンドボー使っていってもいいかもしれないけども、ちょっとね、敵をね、引き寄せるのはね、あんま良さそうじゃないんだ。なんで、普通に虚無だけ入る感じにしていきます。OK。いいよ。ちょっとずつ進んでいかないと、これマジで、やばいかも。おお、ひどいひどい。ひどいけども、いけてる。慎重に行きましょう、慎重に。よし。いいよいいよ。しっかりと、敵は処理しつつ、安全な場所を確保していく。よし。あと1個変更点が来て、面白くなってくれればいいけどね。なんか来てくれ。多分ゴール近くに、あと1体いそうな気はするんで、いいね。ちょっと待て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 。おいおいおい、ラグっちゃダメ。ラグったらマジで死ぬ。死ねる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 。危ねえ。危ねえよ。オッケー。よっしゃ。ちょっと待て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 。危ねえ。で、ここ。よし、行くぞー。キャプテンどこだ？うわぁ。やべえ。いない？いないか。あ、いなかったわ。仕方ない。 140% アップのゴーレム倒しましょう。あー、でもまあひっついときは死なないからね。ちょっとキャプテンがいなくって若干ぬるい感じにはなりましたね。じゃあ、でも思った以上にこのね、スタンが決まる、スタン決まる。でも弱点はね、やっぱりあって、攻撃範囲が狭すぎる。なので俺はちょっと使いにくかったかな。火力は悪くないよ。火力は全然、モブ HP が 140% 上がっても倒していけるぐらい良かったんでいいんだけども、攻撃範囲に難がありすぎる。なので重力が絶対必要ね。重力必要で、ポーションバリア使わないとまず倒していけないと思うので、リフレッシュでスタンも必要で、クリティカル、あれクリティカルの音だったのかもしれないね。クリティカルを追い打ちにしてもよかったのかな。まあ、とにかくちょっと難しい武器です。エンチャントは、まあ、重力、スタン、リフレッシュ。この三つは、ほぼ決まりだと思います。で、あと一つを、まあ、クリティカルにするのか、追い打ちにするのか、はたまたダイナモとか、そんな感じですかね。ちょっと扱いが難しいです、この武器。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。